トレイルランニング大学、今回紹介するのはトレイルランニングで使うジェントスのヘッドライトです。これまで、トレイルラン10年ほどやってて、ジェントスの使ってたんだけれども、型番で言うと888っていうヘッドライトを使っていたけれども、だいぶ古くなったというのと、新しいモデルでいいのがあったんで、今回買った次第です。で、紹介するのが、2022年の春に発売されたジェントスの GD001H というモデルで、まあ、動画にも映ってるように、水を弾いたり、1メートル上から落としても、まあ、壊れない構造。そして、一番大事なバッテリー持ちですね。バッテリー持ちがいいので、最終的にはこれに決めました。まあ、世の中のレッドレンジャーとかブラックダイヤモンドとか、いろんなメーカーあるんだけれども、どれも電池持ちが悪いんで、それだけ小型化されてて軽くても、電池がなかなか意味がないので、それとしてこれは、まあ、最大320ルーメンで、ミドルモードにすると220で、エコモードにすると60ルーメンで、320ルーメンにしても10時間持つし、220ルーメンにすると20時間持つんで、なので、値段的にもこれしかないなって思って買いましたね。で、これまでもジェントス使ってて何の問題もなかったんで、これから、まあ、富士、旧 UTMF で使うのもいいかなと思いましたね。で、これは、肝心の明かりについては、だいたい80メートル先まで照らすことができて、で、ワイドビームなんで、トレイランで使うには全く問題ないですね。やっぱり、肝心なのがワイドビームで、ワイドビームで足元を幅広く照らすことで、走りやすくなるというものですね。で、今ちょっと動画にも映ったんですけれども、標準で専用の充電池がついてくるんですね。普通充電池は別売りなんだけれども、充電池が標準装備なので、これは助かります。で、ベルトが非常に薄い、小さくなったので、これは携帯するのにも便利ですし、あとは持ち運び。あと実際頭につけた時も、助かりますね。やっぱりこの LED のウルトラコンパクトモデルということだけあって、最新技術、いかに小さく、そして軽くするか、それを考えられているなと実感できます。これまで使ってたジェントスのライトが200ルーメンだったんで、まあ、普通に、ね、走る分にはそれで、まあ、いいんですけどね、まあ、普通に応じて、このモデルの320ルーメン、使うのもいいかなと思っています。電池の方はね、かなり持つんで、モードによって10時間から20時間持つんで、これは、やっぱ100マイル走るにはいいなぁと思いますね。で、さっきも言ったように専用充電池ついてるのと、あとは、乾電池も、併用できるんで、乾電池は別売りだけれども、乾電池も、使えるんで、なので、ドロップバッグの中に、どちらかを入れておけばいい。例えば最初に充電器を使ってドロップバッグに
観念強いときとか、その逆をできるんでね。で、あと、この後頭部部分のところがですね、点灯、点滅できるんで、なので、大会で反射板が必要なときとか、点滅灯が必要なときでも、ベッド買う必要がない。無線標準装備なのでね。なので、結構、性能的にもいいし、値段も買いやすいので、非常にいいなと思いました。作る前はレッドレンジャーのやつ、なんか1万ぐらいするの、あれを買うしかないのかななんて思ってたけれども、結局これで十分なんで、で、明るさとか、とワイドビーム、そしてあと、角度調整、この、ライトの部分は角度調整して、5段階で上下に動かせるんで、それが、こう山の傾斜に合わせて、調整できるのは非常に良いですね。そんなわけで、今回、トレイルラン、100マイルで使うためのヘッドライト、ジェントス GD001H を紹介しました。以上、チャンネル登録よろしく。